Good morning, New York! NYJK! Real Talk Radio! はい、皆さんこんにちは、田中慎太郎です。こんにちは、原田隆です。はい、こちらが、10月の19日火曜日に収録しております。はい。はい、で前回のポッドキャストでちょっとお話ししてたんですけども、はいはい、あれですね、あのグループ展というか、芸大の、ね、はい、同窓会というんですかね、同窓生 の、 そうです、ね、グループ展、展覧会、展示と、音楽、芸大には音楽と美術と両方あるので、うん、それで2つのその同窓会として合同で何かやりましょうということで、コロナの前にも3回やってたんですけど、コロナでは、うん、当然できなくて、今回で4回目になるんですけども、まあ、一応リスタートというか、うん、もう一回改めて、始めましょうという感じになってて、それでまあちょっとこう、まあ、名前もなんとなくこう芸大同窓会展みたいなやつでやってたんですけども、もうちょグループとして改めてこう、別に名前を作って、で例えば音楽の人とかも例えばパフォーマンスとかミュージシャンとかもこう自分の合うミュージシャンとかっているじゃないですか、ギターの人とかなんかピアノの人とか。まあ、もちろんピアノを卒業してて、なんか例えば歌ってくれる人は別の人、芸大じゃない人とかっていう風な人たちも頼む場合も多いと思うので、うん、その芸大の卒業生とそれを取り巻くアーティストたちみたいな、うん、大雑把な活動ができるようなこう枠を広げるというか、そういう感じで一応ザ・ブリックスという名前を、作りまして、まあ、それで活動しましょうみたいな形になったんです。じゃあ前回までやってた3回とはまたちょっと違う、ね、そうですね、前回まではダウンタウンの方でやってたんですが、うん、今回から会場を移しまして、グランドセントラルの近くのザ・ブルー・ギャラリーという46丁目にあるんですけども、うん、レックスとサードの間かな、サードとセカンドの間かな、グランドセントラルの方すぐ近くなんですよ、うん、で、まあ、そこをメインの会場にして、まあ、多分これからしばらくそちらでお世話になっていくと思うんですけど、大体毎年1回やりましょうということで、以前はでもどのぐらい頻度でやってたんですか、はい、まあ、前も1年に1回だったんですが、あ、そうなんですね、はい、でちょっとまあ、再スタートということで、うん、そのブリックスという名前も一応ウェブサイトでやら Facebook、Instagram とかいろいろこう説明を載せたんですけれども、うん、まあ、その名前を作るにしたあたって何かこう何かないかなって話をしてて、でそのブルーギャラリーというところがレンガの壁なんですよ、なんか白壁じゃなくて、うん、レンガの壁なんですね。まあ、そこからのアイディアというのと、その芸大の今の音楽の方の敷地に実は一番最初の校舎っていうのが残ってまして、はいはい、それが赤レンガっていうのが呼ばれて愛称のある2つの校舎があるんですけども、ちっちゃい、うん、まあ、そこでまあ一応私たちもデッサンしたいなんでいろいろこうまだしてたんですけど、まあ、その赤レンガと親しまれているその一番芸大の最初の一番最初の校舎っていうのの、そのブリックっていうんですかね、レンガというか、そこがつながる感じのイメージとして、ちょうどここでブリックだからっていうのの話と、まあ、そのレンガ一つ一つっていうのはやっぱこうアーティストやミュージシャンやらの一つとこうリプレゼントしてこう積み上げていくというか、お互いがこうずっ と、まあ歴史を作っていくというか、そういう形で一つになっていけばいいなっていう、そういう思いを込めて、まあ、ちょっとブリックスという名前にしまして、複数形で今まで高橋さんは今回初参加ですか？いや、1回目と2回目は出したのかな、で3回目は油絵だけの展示に絞ってたので参加せずに、はい、じゃあ
あの割と買って知ったるみたいな感じなんですね。そうですね、はい。でもその時にあの、まあ、あの牽引してた若い作家たちがちょっと日本に帰っちゃったので、うん、まあ、音楽 の、 あの作曲家の方が一応割とこうメインにやってらっしゃるんですけども、うん、それそのとあの、彫刻短期彫刻だな彫刻出身 の、 あの方と、まあ、いろいろこうみんなで手を回していろんなまだ残っているここで頑張っていらっしゃる方たちにまた再度声かけてやりましょうって話になって、うん、で、まあ、一番あのメジャーなというか名前の取ってらっしゃるあの篠原牛尾さん、ぎゅうちゃんというあだ名の、はいはいはい、ボクシングペインティングで有名ですけれども、はいはい、もうあの参加していただけることになって、今回は彫刻作品を出していただけるんですけども、うん、まあ、あまりあの最近日本でなんか大きいのをやるみたいな近くやるみたいな感じらしいんですけど、うん、まあ、最近ニューヨークでは出してらっしゃらなかったので一応それも一つの目玉で、であと日本側は誠藤村さんという方がはあの一応割と有名な方がいらっしゃって、その方も一応今回初参加で出していただけるようになったという感じですね。なるほどね。人数的にはでも前回とかと比べたりするとどんな感じ？足して引いてみたいな感じですね。まあまあ同じような感じなんですけども、一応会場の都合や展示の作品の都合もあって、もちろん全員が全員に声かけしてできたわけじゃないんですけども、今回は美術の方からは8人の作家が参加して、音楽の方は、4人かな参加していただきますね。なんかでもこう学校のこうなんて同窓生の共通する特徴とかって何かあるんですか？共通する特徴は何でしょうね、あまり共通してないっていうところですかね。なんかみんな勝手なことしかやらない。もともとはその、まあ、なんかこうあの寄ってみんなで何かやるっていうのが苦手な人たちばっかなんで。あ、なるほど。それもあってほとんど今までなかったんですよね、こういう同窓会っていうのは。だって割と最近ですよね。4回目ってことはね。そうですね。芸大出身の方は多分結構あのいらっしゃって、結構あの名前の通った方ももちろんいらっしゃるし、もちろんあの名前もね、上の方っていうのも変ですけども、あの有名な方出せばもう結構いっぱいいらっしゃると思うんですけども、そういう方たちもまあまあ参加しないでしょうしっていうのがあったので、多分なかなかこうなかったと思うんですけど。じゃあそれぞれやっぱ独自に活動してるっていうのが特徴という。そうですね、はい。まあもともと多分そういう風な気持ちでこっちに来てる人たちが多いと思うので、なんか多分頼らずに自分でなんかやってやろうみたいな感じの人たちが多分投影してきてると思うんですね。だからまとめようとするのが結構無理だったのかもしれないんですけども、まあそれでもやっぱり同窓という形、自分たちだけじゃなくて後に続く人たち の、 あの活動の場の支援にも今後なっていければいいなと思いますし、今学生で例えばニューヨークにちょっと留学したいとか、そういう人たちが増えてくれればもっともっとやっぱり日本の中での活動 の、 もっと広がりということもできるでしょうし、そういうのの場になっていっていければなという思いはありますね。あとはやっぱりそのニューヨークという土地柄、ね、日本とつながってというか、まあ、学校っていう要素でつながっても、まあ、どんな要素でつながってもいいんでしょうけど、やっぱりなんか日本だけじゃなくてもっと世界中の人に作品を見てもらえるきっかけにはすごいなるというのもありそうですよね。そうです、そうですね、まあ、グループ自体がそんなにまだまだ全然始まって若いわけですから、うん、私たち自体がこう名前が知れてるわけでもないんですけども、まあ、ここでいろんなタイプの作家のものが年に1回は見れるよっていうのがあれば、うん、もちろんそれはそれでいいと思うし、
それがそのやっぱりさっき言った結局みんなが違うっていう点と、うん、それがまあ利点でもあるし欠点でもあると思うんですね。やっぱりキャリキュレーションとして考えてみれば、グループ展だったらばなんか一つのテーマがあったりとか、うん、なんかつながったものがあった方がいいっていう視点もあると思うんですが、うん、まあ、今回はそんなにキュレーション、まあ、ちょっと急に決まったものでキュレーション的なことができてるわけではないんですけど、うん、まあ、それはそれとして、まあ、いろんなタイプの例えば日本画と油絵と工芸だって一緒になることってあんまないですし、うん、まあ、平面なら平面だけでわーっとこうあるような例えば油絵だったりとかアクリルだったりとかいろんな人たちがいると思うんですけど、そういうのが、まあ、キュレーションしていくとそれが割とこう似てきたりとか、まあ、つながった意味合いができてくると思うんですけども、今回は逆に特に全然みんな違う人たちが集まってて、まあ、老若男女といいますか、若い人たちから、結構年配の方まで作家まで出していただいているので、その辺はこうある程度こう幅広くなってるのが逆に特徴だと思うんですね。そこあれですよね、その、まあ、学校って一つのくくりでつながってるから、なんかうまくまとまるような感じも出ますよね。なんかそうですね、ただ単に集めたっていうだけじゃなくて、はいはい、まあ、少なくとも同じ場所で皆さん学んでっていう共通点はありつつ、はい、そこからいろんな作品が生まれてきたっていう、なんかそれ自体がおっしゃるようなこうテーマじゃないですけど、要素としてはできますよね。まあ、そうですね、はい、うん、なるほどね。ちなみにそんで高橋さんはどんな作品を展示されるんですか？僕は結局既存の作品ではあるんですが、うん、去年私の個展で出したものと、それ日本画なんですけど、日本画以外でアクリルで描いたものとか、オイルパステルで描いたものとかあんまり出してないもの、発表してたこっちであまり見せてないものもあるので、それは今回初展示になるっていうのも、まあ、前の作品ですけどこっちでは出してないってところの初展示っていうのもあるので、はい。で、音楽はどういうふうに絡むんですか今回？音楽は一応オープニングの日に、ミュージシャンの方たちが一応夕方7時から、ですね、オープニングレセプションとして、まあ、やるんですけども、そこで一つは一応、一番奥の会場の奥の方に当たるところがちょっと広くなってまして、そこで、一人、作家平面の作家の方を一人、フィーチャーアーティストみたいな感じで、展示しまして、そこの大型作品の中で音楽をその作品に合わせて作曲されしていただいた曲が演奏されるっていうか流れるということのコラボレーションみたいな形の一つと、あとはライブでパフォーマンス、ライブの演奏ですねが、1,2,3 曲か4曲ぐらいあるはずですね。うん、それは22日の、オープニングの日、はい、っていうことですね。オープニングの日ですね、はい、オープニング7時からですね、うん、その他の時はあと同じ会場で、土曜日にそのコンポーザーの方があと独自のコンサートをやられるんですけど、うん、それはもうチケットはソールドアウトになってるみたいなんですが、はい、なるほどなるほど。でこれはもうじゃあ見たいとなったら直接伺えばいいですか？なんか はい、事前に何て言うんでしょう、予約を取ったりとかしなくても大丈夫なんですか、ね、いや予約はなしです、はい、そのまま直接来ていただいて、うん、オープニングの日は日中は入ってるのが22日は一応6時半会場にはなってるんですが、うん、で7時からオープニングレセプションがありまして、で翌日からは11時から6時までの、ずっと土日も空いてる予定で、次の週の28日かな、ね、29日かな、うん、はい、28日までって書いてありますね、はい、はい、あ、じゃあ初日は、夜のオープニングレセプションのみということですね。
その予定ですけども、しかしたら昼間も空いているかもしれません。あ、もしかしたらまだちょっと、はい、ちょっと定かではないです。すいません。はい、あ、じゃあ、オープニングレセプションも予約なしでもう直接行っちゃったので、はい、直接来ていただいて大丈夫です。了解しました。はい、で、まあ、一応、ニューヨークシティの、コロナの、ガイドラインに沿ってますので、一応ワクチンの証明書をチェックしたりとか、うん、マスク着用していただいて、ワクチン打ってない方は PCR のネガティブ の証明書を出していただくっていう一応チェックをいたしますので、その辺はちょっと、はい、ニューヨークのガイドライン通りにいらしていただきます。了解しました。で、高橋さんは割と在労するっていう、はい、そうです、なるべくいたいと思ってるんですけども、はい、いない時もあると思うんですが、まあまあそうですね。はい。なるほど。で、まあ一応担当で一人必ず入れるようにしていくので、アーティストが一人。はいはいはい、はい、はい。少なくとも一人ですね。まあ週末は割と皆さんいらっしゃると思うんですけど。じゃあなんか伺ったらちょっとこういろいろ質問したりとかってこともできるってことですか。できれば、はい、できると思います、もちろん。いや、でもなんかあれですね、こういうイベントみたいな感じ、人が集まってイベントでアートの関係のってなかなか久しぶりですよね、きっとね。そうですよね、うん、なかなかまだまだ人は、街中人は多くなってはきてると思うんですけど、うん、自分たちも参加するのも久しぶりだしっていうのがあると思いますね、うん、なんかここは見逃しなくみたいなポイントってありますか。このグループ展に関していけば、うん、まあそうですね、そのキューちゃんの作品とか、まあ、このさんとかは、うん、もちろんそれぞれの作品皆さんが、まあ、一度に返することっていうのがない人たちなので、そうですね、はい、うん、まとめて見れるっていうのがやっぱポイントではありますね。そうですね、はいはい、あと、まあもちろん音楽の方たちの演奏もオープニングの日だけではありますけども、流れますし、奥のイベントのスペース、そのフィーチャーアーティストのスペースは一応その音楽はずっと作品のところで流れることになってますので、それ辺はまあ一応コラボレーションの作品として体験はできるようにはなってます。金曜日行けそうな、ちょっともしかしたらちょっとなんか入っちゃうかもしれないんですけど、極力伺いたいと。そうですね、はい、お越しいただく場合はご連絡いただければ別の日でも、はい、そうですね、はい、僕はでもそれでまたその翌週、はい、ハロウィン前30日と31日で地元のインウッドでミニ個展をやるんですよ。あ、そうなんですね、それはどこでやるんですか。それはインウッドの駅の近くにチョックという、パティスリーっていうんですかね、ペーストリーショップがあって、はい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 、結構おいしいんですけども、そこでちょっとちっちゃい、ちっちゃい店舗なんで、ちっちゃい、大きい作品はお待たせないんですけど、うん、一番新作の今まだ描いてる作品を1点と、あとは版画の作品、版画というかプリントの作品ですね、に手を加えたやつの1点もののプリントのやつみたいなやつを、うん、一応お手頃価格的なやつを出したりとかする。それとあとは今実はスイスで何週間か前にうち今のアパートというかスタジオのところでショートフィルムみたいなドキュメンタリーみたいなのの撮影していただきまして、まだ完成してないんですけど、それの一部をちょっと流しそうかなっていう思ってます。いろいろやっぱ動いてきましたね。そうですね、やっぱりちょこちょこ動き始めてますね、楽しみですね、うん、僕もそのショートフィルムはどうなるかちょっと楽しみではあるんですけど、なかなかショートフィルムにしろロングフィルムにしろ被写体になることなかなかないですもんね。ないですよね、そうなんですよ、なんか幸いなことにちょっと知り合いの方からオファーというか、ちょっとショートフィルムを撮りたいんだけどって言っていただいて、まあ、そういうことになったんですけど、はい、これもいろいろちょっと楽しみが増えそうな、そうなんです、芸術の秋ということですかね、はい、おかげさまで。
はい、という感じで、そうですね、皆さんもぜひね足を運んでいただいて、まあ、なかなかね、はい、もう数自体もねまだそんな多くもないと思うので、ご興味ある方はね、はい、ぜひお越しくださいという感じ、ね、はい、ぜひお願いしますという感じです、はいはい、というわけで皆さん良い一日をお過ごしください。良い一日を。田中メディアラボ。